はい、どうも、タクタクです。村雨やっていきましょう。さて、どこからやっていけばいいんだろう。トゥルーエンドを目指すんだけれど、続きから、一応ね、攻略みたいなものは見てきたんだけど、なんか一回会合場に行った方がいいみたいなんだ。うん、行ってみよう。ていうか、こっちってなんかあんのかな？こちら側に用はない。いや、マジか。まあ、ここに入る。お！イベント始まった。おい、なんでここに来たんだよ。まさかここに隠れるとか言わないよな。ちょっと気になることがあってな。村に行く前に少し調べておきたいことがあるんだ。けっ、勝手なやつだな。調べるって何を？あー、ちょっとな。すぐに済むから待ってくれ。早くしろよな。わかってる。お、なんか音楽が。何を調べるの？例えば。違う、関係ない。いやー、こっちは何を調べればいいんだ。では脱出したとことか。どこだろう、トイレ、関係ない。まあ、なんとなく死体かなってのは思うんだよな。最初にバンダナクソ野郎くんの名前はこの子だね。江藤の死体だ。気になってたんだよな。なんで江藤は最初に殺されたんだ。ここに村人が来たのって江藤が殺されてからしばらく経ってだったよな。確かに。ダメだ、まだ何か足りない。別の場所を調査しよう。うん、まあこの人は多分彼がやったんだろうなっていうのは予想できますね。で、こっちは、はいはい、うん、関係ないか。あ、お嬢、いつも上品でいい子だったのにこんな仕打ち。本当だよね。メガネ君はあれだもんね、ノートくれた人だもんね。ここは？あ！遠藤の試合だ。そういえば、こいつ最初に気になることを言ってたよな。刃物をちらつかせながら、こいつはまだ使ってないって感じだった気がする。だとすれば、こいつは刃物を持っていたにもかかわらず、トイレにいた江藤は落ちていた鉄パイプで殺したことになる。なんで刃物を使わなかったんだ？というか、そもそもこいつはここに来た時には正体を隠して俺たちを村まで連れて行こうとしていた。本来の計画は俺たちを村に連れて行ってまとめて殺す気だったんじゃないのか。待てよ、遠藤は俺たちを村に連れて行くことが目的だとしたら、ここで江藤を殺す必要なんてあるのか。だってもし誰かに発見されれば警戒心が強くなる。実際あの時だって江藤が死んでたから浅木が、遠藤を怪しんだわけだ。その結果、あいつは本性を表した。おかしくないか？気になる点の一つだよな。明らかに不自然だ。このことは覚えておいた方がいいな。そろそろいいだろう。行こう。お！これで進展する？まあね、多分、勘のいい視聴者というか、大体の視聴者は、誰が、どの事件でどうだこうだってのは分かってると思うんですけども、つうか、なんで俺、無事だったのかな。影沢のことか。ああ、だって小屋の根岸は、殺して俺は殺さないし、月村たちも殺さないで連れていくし、根岸は殺されてんだ。確かにあの影触って男の意図は分からないよな。最初に俺と高島をかばったことから、してよく分からないし、ま、考えても分かんねえか。早く用事済ませろよ。あ、もういいの？もういいよ。お前、あいつが何か怪しいと思わないか？あいつってもしかして影沢か？あ、やっぱりお前も思ってたか。実はあいつが正体をバラした時に逃げるために飛びかかったろ。あの時あいつポケットにしっかり刃物を持ってたんだよな。感触で分かった。どういうことだよ。つまりあいつは俺たちをわざと逃がしたんじゃねえのか。なんでだよ。それは分かんねえよ。ただ何か企んでることは確かだ。助けに行くんなら気をつけることだな。そうだな。なるほど、そういうおのおののことも聞けたし、悪い、もう用はない、済んだ、行こう。ということで、ここから、ちゃんと推理してくれるはずなんでしょう。そして、
どうなんだろうな、さざなみくんがどうなるかだよね。よし、村へ行きます。で、ここに村人がいない。ここになんかやっとくこととかあんのかな。まあいいや、このまま行きましょう。よし、だから知らないってば。月村の声だ。なんでこんなことするんだよ。さあな、お前らが知る必要はない。あーったく村長さん、こいつら殺していいっすか。なんかうるさいんで。そうだな、どうやら生き残ってる。これ全部見たんだよ。これ飛ばし目で行きましょう。飛ばし目で、ほう、え、あんまり変わらない。ふんふん、まあまあまあ、この辺は変わんないんでしょうね。で、影沢が殺す。はいはいはい。で、あと2人。で、まあ、ここまでの流れは一緒だな。影沢が死ぬっていうところまでは一緒なのかもしれないな。で、村長がどうなるかだよね。村長は足をやられるだけなのね。早い早い早い。いや、これもなんかアイテムを持ってる持ってないもなんか関係あんのかな。もう片方の足も。で、このまま事件の顛末を影沢が喋りつつ、はい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 、まあまあ殺したのは俺だよ、本当にパニックにさせるためにはと、うん、失神したと。この辺から違うんじゃないかな。どうなんだろう。影沢に聞かなければならないことがある。来た。影沢さん、なんだ。村人とは連絡を取ってましたか。ああ、お前たちの状況は随一、把握していた。じゃあ俺たちのクラスの生徒たちが何人死んだか、知ってますよね。知っているが、それがなんだ。何人ですか。確かあいつらが森で殺したのは6人だったはずだ。そいつらを殺している隙を俺が利用したから覚えている。おい、瀬崎、お前、何言ってんだよ。妙じゃないか、それ。は、何がだよ。殺された人数と村人が殺した人数が合わないだろ。え、そうか。じゃあ分かりやすく説明するよ。まずここに来た時は先生たちも合わせて全員で25人だった。これを殺された順番に減らしていく。まず江藤で、24人。そして、先生と運転手さんでガイドを引いて21人。そして、会合所で影沢さんに殺された生徒5人を引いて16人。さらに森の中で殺された6人を引いて10人。で、香川、今ここにいるのは何人だ？私と瀬崎くん、高島くん、浅木くん、月村さん、さざなみくん、ゆなの何人？あれ？な、数合わなくないか？本当だ、3人足りない。その中に入っていない人間って死んだのは、新藤、飯塚、根岸の3人だ。この3人が入っていない。え、それってどういうこと。ほう、面白い話じゃないか。つまり誰に殺されたかわからない死体が少なくとも3人あるってことだ。俺が言葉を発するとみんなの表情が青ざめていく。影沢さん、村人が殺したのを見落としたということはありますか。ないな。殺せば必ず俺に連絡が来るようになっていたからな。俺が把握できていないことはまずない。ならおかしいことがもう一つある。あの最初に会合所に来た遠藤のことだ。影沢さんにもう一つ聞きたいんですけど、遠藤は俺たちを村に連れて行くってはずだったんじゃないですか。ああそうだ、その場合お前らを村から逃がすつもりだったんだが、少し怪我が変わったな。ほうほう、あ、そうなんだ。どちらにしろその時点で何人が殺す予定だったからな。場所は変わっただけに過ぎない。で、遠藤は会合所で俺たちの誰かを殺す計画はなかったんですよね。
だからそうだと言ってるだろう。みんなおかしいと思わないか。江藤のことか。そうだよ、江藤は遠藤が殺したものじゃないんだよ。そいつ気になってたんだが、江藤ってのは誰だ。トイレで死んでた生徒がいたの知ってますか。ああ、あれか、遠藤が殺したんじゃなかったのか。だとすればおかしいんですよ。村に連れて行く前に、犠牲者が出てたら警戒心が強まる。それにあの時はそのおかげで浅木が遠藤のことを警戒したわけだからな。あの時遠藤を殺す意味がそもそもない。これなかなかの状況だよね。殺人犯の前で別の殺人犯を炙り出すというか推理するっていうね、結構なかなかないシチュエーション。村人は殺せばすぐに影沢さんに連絡するってことなら、遠藤も誰に殺されたかわからないってことになる。じゃあ誰が殺したんだよ。それを今から確かめるよ。実は飯塚の死体のそばに制服のボタンが落ちてたんだ。それも学ランの袖についてるやつだ。ちょっと待ってよ。じゃあ何、私たちのクラスの男子の誰かがってこと。ふん、なんだよ、お前らの方でも同士打ちが起こってたってことか。俺の制服のボタンは取れていない。俺は両方の袖を見せた。アサギは、俺が言うとアサギが両方の袖を見せる。取れてねえよ。高島は、俺も取れてない。高島も両方の袖を見せる。さざ波は、僕は。さざ波は言い渋ってなかなか袖を見せようとしない。おい、見せろよ。さざ波が渋るので、アサギが近づいて袖を確認する。てめえ。さざ波の袖はボタンが一つ取れていた。おい、マジかよ、さざ波。嘘。違う、僕じゃ。よせよ、さざ波。江藤もお前が殺したんだとしたら、いろいろ説明がつくんだ。お前が第一発見者だったしな。こんな事態が起こらなければ、お前が殺した可能性が一番高いことは分かってたはずだった。でも、こんなことが起こってしまって、いろいろと混乱してしまったから、うやむやになったんだよ。それに俺たちを殺してくれ村人がいたから、きっと、そいつが殺したんだって、何の疑問もなく納得した。本当なの？だって、江藤たちが悪いんだよ。なんだと？お前だってそうだよ。じゃあまさかお前たち俺がいじめてたからなのか。そんなことじゃないよ。自分のことはどうでもいいよ。我慢すればいいから。でもお前らあろうことか早見さんを巻き込もうとしただろ。それは何のことだよ。ぐっ、瀬崎くん、こいつらクズなんだよ。僕が早見さんのことを好きだって知ってから、こいつら誰が一番先に早見さんを犯せるかって競争してたんだ。本当か、アサギ。最低すぎる、それは。否定しないということは事実なんだろう。それをトイレで江藤から聞いたんだ。あ、さざ波じゃん。遠藤くん。江藤くんね。ビクビクしやがってよ。そんなんじゃ俺らに清水を取られちまうぜ。どういう意味？ああ、実はな、俺たち誰が最初に速水を落とせるかって勝負してんだよ。最終的にあいつを犯せれば勝ちっつう感じでよ。なんだよそれ。おっと、好きな女が別の男に寝取られるのはやっぱり悔しいか。 NTR や。違う、そんなんじゃ。気にすんなよ、早見なんかたとえ犯したって何も言わねえよ。あいつってめちゃめちゃおとなしいだろ。もうクズ人間や。絶対嫌なことがあって溜め込みそうだし、最悪現場を録画でもして脅せばなんとかなるだろう。何考えてるんだよ。なんで早見さんまで巻き込むんだ。お前は強くするためじゃねえか。友達のために一肌脱ごうってんだぜ。どんな時にも犠牲ってのはつきものだろ。早見をお前が強くなるための踏み台として利用するんだよ。そう考えると仕方ないだろ。ふざけるなよ。あ、なんだよ。ふざけるな！あ、何キレてんだよ。弱いくせに調子に乗んなよな。悔しかったら少しは強くなってみろ、クズが。その時、視線の先にあって鉄パイプが目に入った。それで思ったんだ。ここで何か手を打っておかないと、後悔するかもしれないって。このまま何もせずに早見さんが苦しむか、江藤を今ここで殺して自分が苦しむか。二つの選択肢があったけど、僕は迷わなかった。死ねよ。あ、ぐっ、何を。死ねって。振動も同じだったよ。そのこと聞いたらあっさり認めて開き直ってさ。だから殺した。それだけで。
飯塚さんと根岸さんは。なんで？あの二人は早見さんをいじめてたから、ついでだから殺しといた。ついでに、ついでにね、ついでにまあいじめっ子を、女子を二人やっといたわけですね。早見さんのためにね。ついでって。この状況だからどうせバレないと思ったんだ。生き残っても早見さんを苦しめるくらいなら死んでもらおうと思って。やっぱり、根岸さんはさざみくんが殺したの？月村さんにはその直後の現場を見られちゃってたっけ。まあその後すぐに捕まったからうやむやになったけど、でも全部結局バレちゃったね。浅木もそうだったが、人を殺したことでさざ波もどこかのタガが外れてしまったらしい。このゲームのあれですね、ポイントはタガが外れるです。あとは浅木を殺せば僕の役目は終わりだったんだけどね。でももう疲れたよ僕。さざ波はまるで自身の力が抜けたかのようにうなだれた。俺はマジでやるとは思わなかったんだ。江藤のやつが提案しただけで。やめろよ言い訳は。マジだって、江藤とはこのクラスになって知り合ったばかりだったしよ。俺はやるとは言ったが本気で言ったわけじゃなかった。あいつが話を持ちかけて、それでもういいって。そんなのどうでも。どうせ浅木一人じゃそんなこともしないだろうしね。まあしたら絶対殺すけどさ。平気で殺すと発言するさざ波が少し薄ら寒く感じた。その殺すは決して冗談や比喩で言っているものではなかっただろう。なかったからだ。くっ。さざ波くん。いや、もう、どういう気持ちになっちゃうの？こういう場合は。君は、ごめん、早見さん、僕、こんな解決方法しか思いつかなかったんだ。僕ってバカだから、ごめん。目の前で根岸さんを殺しちゃったことは本当にごめん。怖かったよね。さざ波くん。なるほどな。二つの側で同士打ちをし合ってたってことか。滑稽だな。バカみたいだ。まあいいさ。お前らついてこい。道路の近くまで送ってやるよ。え、そんな道あるんですか？土砂崩れで道は塞がってるんじゃん。ああ、抜け道があるんだ。草を分けて通る必要があるが、しばらく行けば道路まで抜ける道がある。なんだ？まだ疑ってるのか。もう目的は果たした。お前らを殺したりはしないさ。行こう。そうね。そうして俺たちは影浅さんについていった。村を抜けて森に入ると、とても道とは思えないような高くまで生えた草をかき分けながら進んでいった。そしてどれくらい歩いたかわからないくらい歩いた頃だろうか、やがて雨も止み始め、日が昇ってきた頃、俺たちはようやく道路に出ることができた。この道の先をまっすぐ行けば町に出る。いろいろありがとうございました。おかしな話だけどね。クラスメートこの人に殺されてますけど、そのありがとうございましたは礼なんて言われる義理じゃないだろう。曲がりなりにも俺はお前たちのクラスメートを殺したんだぞ。でも影沢さんがいなかったら私たちは会合所で逃げ遅れてた可能性が高かった。それに形はどうあれこうやって助かったんです。ふん。それとそこのさざ波って言ったな。はい、俺は今からでもその浅木ってやつを殺してもいいと思ってる。ひっ。単にお前がやりにくいだけなら俺が代行してやってもいい。疲れただけなんだろ。いいよもう。こうやってあの村から抜け出してみると自分がどれだけ異常だったかわかる。そうか、そうだな、俺もそう感じてる。お前がもっと俺と年が近ければ酒でも飲みながら語れたかもな。それはどうだろう。まあそろそろ行くへ、行け。影沢さんは？俺にはまだもう一つやることがあるんだから。わかりました。いろいろありがとうございました。だから礼はいい。さっさと行け。これで俺の役目も終わりか。影沢さんきっとさざ波くんに自分と似た部分を感じちゃったんだろうね。だろうな。二人とも好きな人のために起こした殺人だったからな。だからこうしてわざわざ俺たちに道を教えてくれたのかもしれない。なんだかやりきれないわ。ああ、そうだな。ん？影沢さん？振り向くと、そこに彼の姿はもうなかった。あの後影沢さんの言う通り、俺たちは町に出た。町に出ると、安堵からか香川が真っ先に泣き出した。すぐに警察に駆け込んで事情を説明すると、村に関する捜査が始まった。修学旅行中だった岡のクラスも俺たちも探していて、ほとんどそれどころではなかったらしい。戻ってからも俺たちは大変だった。
俺たちが行った村を捜査した結果、大多数の死体が見つかって、その後大ニュースとして世間を騒然とさせた。生き残っていた人間はあの村長だけで、治療後にすぐに取り調べが行われた。そこで全てを暴露した彼の証言で、俺たちの言ってたことも全面的に信用されたが、それはそれで大変だった。俺たちもマスコミからのインタビュー、警察からの事情聴取など、気の休まる暇もなかった。やっと学校に戻ってきたと思えば、キーな視線で見られ、たびたびマスコミからもアポがあったりと、とにかく面倒事が大きく待ち構えていた。だけど俺たちの地獄は雨の闇とともに去ったのだ。命があっただけでもよかったと思わなければ、みんなやりきれなかった。これがトゥルーっぽいな、でも。おー。いや、いいね。ちょっとなかなか考えさせられるゲームでしたね。これで終わりなのかな？なんかエピローグ的な。あの事件から1ヶ月が経ち、ようやく一段落がついた。この3人は仲良しになったわけやな。仲良しかわかんないけど。はあ、今日はどうだった？俺は未だに色々聞かれるよ。さすがに疲れた。そう、私は別にだけど。お前は不愛想だからだよ。もう少し愛想よくしてもいいと思うんだけどな。ふん、余計なお世話よ。でも、あんたって結構バカなのね。最後にも考えなしに私たちを助けに来るとか、どんだけ熱血感なのよ。うるせえな。つうかさ、俺思い出してて思ったんだけど、お前って月村のこと好きなのか？なば！は？マジ？だってよ、お前が助けに行ってたのって月村の時ばっかりじゃったじゃん。うわ、それは。やっぱり図星かよ。まったくよ。まさか高島なんかにバレるとは思わなかった。うまく隠せてたかと思ったんだが。まあ、あんた強くなったもんね。去年と比べると大きく成長した感じはするわ。去年俺がアサギたちにいじめを食らってた時に、俺に声をかけてくれたのが月村だった。誰もがシカトする中、月村だけは普通に話してくれた。その時何も抵抗しない俺を見て、月村が俺を一喝した。あー、なるほど。あったね、そんなエピソード。ちょっとは抵抗してみたら？方法なんていくらでもあるでしょ。逆境なんて打ち破りなさいよ。ってな感じだったと思う。まあでも、瀬崎はすげえ活躍したよな。そうね、あの時、さざなみくんのことを明らかにしてなかったら、影沢さんも道案内なんてしてくれなかったかもしれないし。よせよ、たまたま運が良かっただけだ。こうやって生き残れたのだけで奇跡に近いんだよ。タグ、褒めてんだから素直に喜べよな。ん？と、そこに香川と早見がやってきた。ここにいたんだ。ああ。浅木くんはまだ学校に来てないの？浅木二人も殺してますしね。まあ、正当防衛か。見たいよ。あれから一度も会ってないし。浅木はあの後取り調べを受けて二人殺したことを警察に話したらしい。だが、結局正当防衛という形となった。じゃないとね。さすがにかわいそうだよね。しかし浅木の精神的ダメージは強く、今はカウンセリング治療を受けて行っているとのことだ。まあ全部元通りってわけにはいかないよな。それはそうと、私なんて雨を見るだけで怖いもん。俺もだよ、しばらく雨の降る日は外に出たくない。さざ波も、早く帰ってこれるといいな。さざ波は帰ってこれんのか？まあ、少年院か。うん。さざ波は自分が行った殺人をすべて自供した。やはりしばらくは帰ってこれないらしい。罪を償ったらあったかく出迎えてやろう。まして、そういう気持ちになれるか？まあまあ、まあね。嫌な奴らばっかり殺しましたからね。とはいえね、やっぱね、子供だし、改心する要素もあるでしょうと、いうね、なんていうの、それが、一般的な考えなんですかね。でも、まあね、いじめられてる側からすると、ね、そんなの全然、もう殺してやりたい気持ちになりますよね、それはね。俺たち、あんな厳しい状況下をくぐり抜けてきたんだ。絆は強まっただろ。ここにいるみんなはもう一生仲間だ。うん、そうよね、ユナ。うん。あれ？照れてるの？もう、ユナったら。あ、じゃあ私たちはそろそろ行くわね。ほとぼりが収まったらみんなでどこかに出かけようね。うん、そうね。じゃあまた。またあんた臭いこと言ったね。
いいだろう別に。が、ん？どうした？高島。いや、なんか手帳みたいのが落ちてるからさ。手帳？誰のだ？早見さんか香川さんのじゃないの？ちょっと中身見てやれ。おい、無神経なことすんなよ。手帳を見ていた高島が突然顔を青くして黙り込んだ。どうした？俺と月村も近寄って手帳を覗き込む。何何？あれからみんなの本心がわからなくなっちゃった。信頼してた真由美ちゃんもただ私を利用しているだけで友達とは思っていなかったんだ。もう利用されるのは嫌だ。みんなそうだ。利用して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 。私利用する人なんて死んじゃえばいい。みんな死んじゃえばいい。でもさざみくんはこんな私でも利用できる。ちょっと頼ったら簡単にネギシさんを殺してくれた。おお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 お、怖い怖い怖い。だから今度は私が人を利用する番。こんなこと書きます？わざわざ。私の味方だったのはさざみくんだけだった。それ以外の人はもういらないや。これって早見のだよな。まさか早見さん。ああ。そこで不意に誰かの悲鳴が聞こえて何かが落ちる音がした。今の悲鳴、香川さんの声じゃなかった？な、バカな。じゃあもしかして。大変なの。まゆみちゃんが階段から落ちて、お前やろう。飛び込んできた早見が第一声に言った。早見さん。まゆみちゃんが、あれ？その手帳って。あ、やべ。慌てて高島が隠すが、もう見られてしまっただろう。もしかして、見ちゃったのそれ。あ、いや。そっか、見ちゃったんだ。ふーん。早見さん。いつもの早見らしくない話し方に、俺たちはただ戸惑うばかりだった。ねえ、みんな。それに書いちゃったこと、誰にも言わないでくれるよね。だって私たちってもう、一生仲間でしょ？エンドじゃねえよ。エンドじゃないよ。はい、ということで、すげえ怖い終わりでしたね。これがトゥルーみたいですね。はい。いやー、面白かった。いや、この方のね、作品はね、セブンデイズもそうだったけど、かなりね、練りに練られたサスペンスだなと。何気に最後にコントロールしてたのはね、早見さんだったのかなみたいな、ふうに思ったけど、まあ、覚醒したんです。その、早見さんのタガも外れてたと、いうことですね。はい。つまり、このゲームは、タガゲーということで、はい。怒られそう、こんなこと言ったら。はい。ということで、ブラサメ、これにて、終わりたいと思います。もう一つ、ノーマルがあるらしいんですが、まあ、これは、どうしようかな。リクエストがあったら、やりたいと思いますけども、実際にね、ムラサメみんなでちょっと知らない人と知って、もうこの動画見たら知ってる人多いと思うんで、仲間でね、やってくれると、絆が深まるかもしれません。はい、ということで、ご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。ではまた。